争奪戦勃発。ナンバーアンダーラインアイビアボール、一部店舗では発売前に完売。入手困難でファン悲鳴。サントリービアボール、驚異の経済効果に業界騒然。平野章、岩優ユータ、神宮寺ユータ主演のサントリービアボールは公開前から話題となっていた。テレビ CM などで見たことがある方も多いのではないでしょうか。 何でもできるよ、と明るい笑顔を浮かべる平野さんを見て、冷たいビールを一口喉に流し込みたくなった。しかし、今回のビアポンの人気は単なる商業効果を超えて、社会現象とも言えるほどの人気となった。SNS 上では、発売を待ちわびるファンの熱狂的な声が飛び交っています。ラベルも新しくなって、グラスも可愛い。メンバーカラーで揃えたい。 という声や、地方だけど、やっと見つけた。グラス付きはラス1だったという報告、お店に問い合わせたら、発売日前なのに問い合わせ殺到で前倒し販売になったんだって。という驚きの声まで、その熱量は日に日に増していくばかりです。実際に、一部店舗では先行販売が開始された途端飛ぶように売れていき。 あっという間に品切れ状態になるという現象も起きています。オリジナルグラス付きで販売されている店舗では、そのグラスを求めて開店前から行列ができるほどの盛況ぶりです。しかし、この人気に乗じて、一部では残念な事態も発生しています。メルカリなどのフリマアプリでは、景品であるグラスのみが高値で転売されているという現状があります。中には、 悪質なことに、景品であるグラスだけを持ち去るという行為をした人もいるようです。こうした現状を目の当たりにすると、ファンとしてのモラルが問われていると感じずにはいられません。今回のビアボール人気を紐解いていくと、そこには時代の流れを反映した、いくつかの興味深い要因が見えてきます。まず、 平野翔さんという国民的な人気を誇るタレントをイメージキャラクターに起用したことが大きな成功要因の一つと言えるでしょう。彼の持つ明るく爽やかなイメージはビアボールという新しいアルコール飲料のイメージと見事に合致し消費者の心をつかむ大きな原動力となりました。さらに現代社会において無視できないのが SNS の影響力です。 どんなレシピで飲んでるおすすめのアレンジ方法を教えてといった具合にファン同士がビアボールに関する情報を交換し合い新しい楽しみ方を共有し合うという現象が爆発的に広がっていますこうした活発なコミュニケーションがビアボール人気をさらに加速させていることは間違いありませんそしてビアボール自体が持つ商品力も見逃せません 16%という高めのアルコール度数はお酒好きにはたまらない魅力です。一方で炭酸水などで割ることで自分好みの濃さで楽しめるという点はお酒に弱い人やこれまでビールを敬遠していた人にも受け入れられる大きな要素となっています。様々なフレーバーが登場していることも飽きさせない工夫の一つと言えるでしょう。従来のビールのイメージを覆す 斬新なコンセプトと時代のニーズを捉えた商品開発、そして効果的なマーケティング戦略。これらの要素が複雑に絡み合い、今回のビアボール人気を生み出していると言えるのではないでしょうか。しかし、忘れてはならないのは、このブームは平野翔さんを応援する多くのファンの熱意によって支えられているという事実です。彼らの平野さんを応援したい、 平野さんが関わるものを愛したいという純粋な気持ちが、この大きなうねりを作り出しているのです。今後、ビアボールがどのような進化を遂げ、私たちの生活にどのように浸透していくのか、まだ見ぬ未来に期待が膨らみます。今回のビアボールの大ヒットは、商品力はもちろんのこと、イメージキャラクターの影響力、SNS の拡散力、 そしてファン同士の積極的なコミュニケーションといった様々な要素が複雑に絡み合って生まれる現代の消費トレンドを浮き彫りにしたのではないでしょうか。そしてもう一つ今回のビアボール人気を通して考えさせられるのは消費行動における推しの存在感の大きさです。近年、推しという言葉は単なる好きな芸能人という意味を超え自分の生きがい。 人生のモチベーションとさえ言えるほど、人々の価値観に深く根付いています。今回のビアボール人気も、まさにこうした推し活の一環として捉えることができるでしょう。平野翔さんを推しとする人々にとって、彼が CM キャラクターを務めるビアボールを購入することは、単なる消費行動を超えた特別な意味を持つ行為なのです。それは、応援している推しを支えたい。 共に成功を分かち合いたいという熱い思いの現れと言えるでしょう。実際に SNS 上では、翔くんが頑張っているから私も頑張れる。翔くんの笑顔が見たいからたくさんビアボールを買うといった声が数多く見られます。こうしたファンの行動は時に経済効果を生み出し、社会現象とさえなりうることを。 今回のビアボール人気は如実に示しているのです。一方で、推しの存在が一部で行き過ぎた行動を生み出しているのも事実です。転売ヤーによるグラスの高額転売や必要以上の買い占めなどは健全な推し活とは言い難いでしょう。推しを応援したいという純粋な気持ちは尊重されるべきですが、それが周りの人に迷惑をかけたり、 社会的なモラルを逸脱するような行為に発展しては本末転倒です。推しの存在が私たちの消費行動や価値観に大きな影響を与えている現代社会。今回のビアボール人気はその光と影を浮き彫りにしたと言えるのではないでしょうか。推し活の楽しさとモラルのバランスをどのように保っていくのか、それは私たち一人一人に問われている課題なのかもしれません。 あなたは推しとどのように向き合っていますか今回のビアボール人気を通して改めて推し活について考えてみませんかさらに今回のビアボール現象は私たちにお酒との新しい付き合い方を提示しているようにも思えます。従来のビールのイメージはどちらかというと男性が仕事終わりに居酒屋で飲むもの苦くて重い といったものが主流でし,たしかし、ビアボールは、そのイメージを軽やかに飛び越え、もっと自由で多様な楽しみ方を提案しています。例えば、SNS 上では、ビアボールをベースに、様々なフルーツやジュースで割ったり、ハーブやスパイスを加えたりと、自分だけのオリジナルレシピを考案して楽しむ人々が続出しています。また、ビアボールを片手に、 オンラインで友人とつながり、それぞれの自宅で晩酌を楽しむ様子も、新しい時代の流れを感じさせます。かつては、お酒はお店で飲むものという固定観念がありましたが、ビアボールは、家庭でも気軽に楽しめるお酒として、その可能性を広げています。自分のペースで、自分の好みの味で、そして誰とでも、どんなシーンでも楽しめる。ビアボールは、 お酒との距離をぐっと縮め、私たちの生活に自然と溶け込む、新しいアルコール文化を創造しつつあるのかもしれません。あなたは、今回のビアボール人気について、どのような印象を抱きましたかまた、今後、ビアボールは、どのような進化を遂げると思いますかぜひ、あなたの考えを聞かせてください。